さあ始まりました、こいちゃんパラダイス競馬予想でございます。9月8日ですね。京成杯の予想をしようと思います。あとはウィン5、そして勝負馬と、まあ、ちょっとね、本業というかイベント目白押しなのでね、ちょっとだけ先にお伝えしてていいですかね。近いところで言うと、12日ですね、9月12日川田優雅と遊ぼうというイベントをね、岩部と五重と優雅ちゃんとやります。で14日は小籔ソニックですね。で15日は新喜劇65周年ツアーで奈良の方に行かしてもらいます。で16日は恋さんパラダイスね、1時間の一人で喋ったり歌ったりするミニイベントを日本橋でやらせていただきます。そして21日が、野生爆弾とのルミネで、2組イベントをします。で22日は永原誠貴さんのトークショーザザハウスに呼んでいただいているので、こちらに行かせていただきます。そして23日がですね、馬おじさんのイベントで東京に、行きますんで、はちみつお兄ちゃんたけしと、でゲストがノブですのでね、ぜひこちら配信あるので、優雅ちゃんの方も配信あるので、この2つは配信で見れるので、またぜひよろしくお願いしますと、まあこのぐらいですかね。すいませんね、告知みたいな、スケジュールを言いまして。じゃあそれでは早速ですが、京成杯から行きましょうかね。京成杯、ウィン5のネタバレになりますが、10番アスコリピチェーノの1着固定から入ります。そして、もうこれはね、ちょっと力差がね、あるなというレースやと思っているので、2着、4番ディオ、2着固定、57.5 キロ背負います。ディオを2着。で、3着、2番ディスペランザ、6番エイアン、12番オーキッドロマンス、14-2、14-6、14-12、3連単3点、固めの3点フォーメーションで私は買おうかなと思っております。来て順番ひっくり返ってたらもう最悪なことになりますけどね。明日はその理由はまたウィン5発表の時にわかると思いますが、じゃあ勝負馬行きましょう。もう二乗開催なんで非常に見やすい。で、馬場の考えることとかが一つ減るのでね。中山1レースですね。2歳未勝利、ダート1200メートル。4番、ジャスパーソレイユ。これ、ミトーリというね、アメリカのダート馬ですね。ちょっと体がね、大きくないんで、勝ちきれていないね、2着2着というところですが、はい、非常にいい走りをしております。まあここではもう勝ち負けか、ちょっと足元をすくいそうな牝馬がいたりもするんですが、まあ馬券的にはもうここ硬いでしょうね。はい、中山3レース2歳新馬戦、これ新馬戦めったに買わないんですけど、ちょっとね、血統を見たところ、1番のアルカナエ、カリフォルニアクロームの馬ですね。ボバで馬格もあるというところで、まあ、他の人気馬よりはここからは私なら入るかなと。ただ発表したものの買うかどうかわからないので、どうしても買う時あるんでね、暇な時、そういう時のために一応発表しております。はい、買わないと思います。でも買わずに予想だけして見てると思います。今の新馬戦などは中山6レース3歳以上1勝クラスダート 1200m、 8番レッドレナート、これレッドファルクスの馬ですね。これはね、一番人気のね、10番の馬が1分11秒5というね、これ早いですね。ただ馬格的にね、もっと速い馬が出てきてもというところで、その500キロぐらいのね、ゴリゴリ短距離馬がいなかったので、まあそこを任しに行ける可能性があるとすれば、3歳馬成長途中のこの馬が前走1分12秒2というねタイムで、逃げ切り上がり最速というね4馬身差なので、タイム的にはまだまだ詰めれると思いますので、どこまで詰めれるか。ただ同じことがね、同枠のミスエルという馬にも言えるので、ちょっとこのレース
見るの楽しみだなと思っております。どれぐらいのタイムで勝ち馬が走破するのか、はい。そして、9レースですね。中京9レース天竜川特別ダート 1800m 3歳以上2勝クラス、3番プレイゼスト、これはデラクレーションオブウォーのね馬で、もちろんこの血統はダートも芝も、しっかり走るんですけど、前走の休み明けがね、案外いい競馬だったなというところで、まあ6着なんですけど、2馬身半差のね、休み明けでこれなら、今までよりも、しっかり走り出しているのかなと。成長、これね、今回叩き2走目になるので、前走よりも上昇するのなら、もう掲示板に乗るし、馬券圏内ギリギリのところまで、来れるんじゃないかなと思っております。そして最終を、一応言っときましょう。中京最終、3歳以上1勝クラスだと 1400m、 2番グランファラオ、このレースね、ちょっとね、結構でも難しいですね。ダートですけど、これアメリカンフェイローというね、ゴリゴリのダート馬、まあ、前走7番人気でウィンファイブ1レース目で勝った馬もそうやったんじゃないですかね。ダートね、非常に馬格もあるしいいなと思ってたら、めちゃくちゃゴリゴリダート血統馬がね、ひしめき合ってるんですよ。その馬たちがね、あんまり走ってないんで、どれかが激走してもおかしくないという状態のレースなので、これちょっと非常にね、見る分には楽しいけど、予想するのはね、一応抑えておかないといけない馬だらけですね。これはすごい血統馬が揃っているなと、びっくりレースですね。最終レース、中山最終レース、3歳以上2勝クラスダート 1200m、これは6番の競泳カンフーアジアエクスプレスの馬ですね。ここから、入りたいと思います。いつも届かないんですよね、最速の上がりとか、2番手3番手が多いのかな、上がり、最速まで出てないからちょっと届いていないけど、非常にいい足を使うので、これね、中山の千二ダートっていうのは展開によってはね、直線短いのに異常なほどに千二ダートは差しが決まる時があるので、この中山だからこそちょっと面白いなと、これは届くんじゃないか、展開次第ではと思っておりますね。多分逃げる馬がね、シャラーの馬で、多分すっごい人気する馬が一頭いるんでね、そこについていく馬と、ね、後ろで構える馬に分かれるので、この馬はもう後ろで構えてるので、どこまで迫れるかというところを楽しみにしております。さあ、それでは、ウィンファイブに行きましょうか。2条ですから9レースから始まります。中山9レース、対象レース1レース目、白い特別芝 1800m、難しいですね、芝。3番フラミニア、石川由紀とジョッキーで、これ牝馬ですけれども、今回乗り換わりで、ね、前回下のクラス勝ち上がったジョッキーに乗り換わりというところは非常に怖いなと思っております。4番エレクトリックブギー、これちょっとね、勝ちきれるかなという人気の割にはそんな馬なんですけど、結構ね、相手がね、後ろなんで、届かないというところで逃げ切られたら怖いので、もう最後に1頭入れました、これ。6番、わざもの。これ、祭り田ごっこの馬でね、前走、菅原明ジョッキーが首差、ゴール前強襲してきたんですけど、これ、叩き2走目やったんで、今回上昇、しかも滝豊ジョッキー乗り換わりというところで、これは前走はフロックじゃないなと思っております。対象レース2つ目浜松ステークス中京10レースダート 1200m ですね。これも血統馬揃ってます。上位人気になりそうな牝馬をね、諦めてボバの方で ほぼ勝負します。3番ジュストコル、これもシャラーというね、ちょっとゴリゴリというよりはちょっと渋いめのね、ダートとしては血統ではあるんですけれども、やっぱり非常にね、千二で前走はもう超道悪、この2走超道悪走ってたんですけども、しっかり走ってくるなという印象でございます。で、実は千二が初めてというところでね、芝では走ってるんですけど、
戦にで才能開花の可能性があるね、短距離決闘なので、はい、今回の距離短縮、まあ、前走芝戦にですけどダート1004を主に走ってたので、そこの距離短縮がプラスに出るんじゃないかなと思ってます。4番響き、これドゥラメンテの馬は走りますね。前走ね、これ非常に速いですタイムね。このタイムならば今回でもと思っております。8番ペプチドヤマト、ドレフォンですね。前走つまずいたものの非常にいい競馬、いつもちょっと負けるんですけれども、まあ逆に言うと相手次第なんでね、それいつ勝ってもおかしくないと思ってます。中山10レースセプテンバーステークス芝 1200m 対象レース3つ目、5番ウィンモナーク、これはビッグアーサーの馬ですね。これも非常にタイムもそこそこでいいレースをしているにもかかわらずなかなか勝てない、いつ勝ってもという状態でね、このクラスに上がってからちょっと苦戦してますけど、ここちょっとメンバー的にチャンスかなと思っております。7番レッドアバンティ、これドゥラメンテの馬ですね。馬格も大きいです。まさに千里を走りそうな、前走前が塞がったので、ちょっと届きませんでしたが、まあ、今回普通に行けばこの馬が勝つと思っております。普通に行けば。そして中京メインセントールステークス芝 1200m、ここめっちゃ行きます。5番サウザンサニー、これはねもうサシですけど、どこまで来れるか、中京の直線なら、ただ今日も結構前の方がね有利なのかなという感じもしたんですけれども、タリスマニックというね、この馬ね、なぜかね親は中長距離なんですけど短距離でも活躍馬の多いね脂肪馬です。これちょっとほっとけなかったです。12番テンハッピーローズ、津村ジョッキーのね、非常に感動した馬、この馬もね戦にはどうなんだろうと思いつつ、まあ1000という実績もあるので、まあ、強いのは強いですからね。13番ピューロマジック、これはもう逃げますからね、捕まるかどうか、もう買ってなかったらドキドキなんでね、買わないといけないですよねこの馬。14番ダノンスコーピオン、これはカナロアの距離短縮ですね、はい、もしかしたら1000、やっぱり1002回ということになるかもしれません。15番朝からキング、これ前走がね意外と洋芝合わなかったんじゃないかと思っております。普通にそこまではめちゃくちゃ強いしね、ウィン・マーベルともほぼ互角の競馬をしているので、力的には全然見劣りしないですよね。17番東進マカオ、まあこれも強い馬に負けてきていますが力ありますね。ビッグアーサーの馬の中ではもうかなり上位3頭に入るぐらい短距離強いんじゃないかなと思ってます。18番ママコちゃん、ちょっとね今回ガチバチバチではないとは思うんですけど、調教が、休み明けなんで、ただやっぱりね、これ G1 馬ですからね、やっぱり G1 馬ということはよくありますので。そして最後が中山メイン京成杯です。はい、アスコリピチェの1頭でいきます。ラストを1頭にするってしびれますよね。はい、ラストまで行くかどうかですけれども、じゃあ皆さんはどうでしょう。買いすぎたレースをもうちょっと絞ったりしてもいいかなと自分的にも思っておりますので、買いすぎないように楽しく過ごせればいいなと思っております。頑張りましょう。てれちゃう秋やからなんか当たりそうな気してきましたね。はい。